はいいどうもオックポンでございますビットクラブのですね、グラボが、あ盗難されたグラボがですね、どうやら中国にあるっていうところですね、あのー、これ、ニュースに上がってたので、でこれ、数日前に上がってたんです,ですね。 うんで、まあ、まあこちら、のビットクラブの件に関しては、あ私の方でも案内を出しているということでシ、シェアをしますけれども、アイルランドで、アイスランドか、アイスランドで盗まれたビットコインマイニングマシンの600台が中国にある可能性があると、2018年5月初めの地元記事が報道したと、アイスランド国営放送によると、 アイスランド警察は中国が600台のマイニングコンピューターを募集した後、中国当局の調査を依頼した。報道によれば、まあ、これ、捕まったってことなんですよね。うん、警察が600台マイニングコンピューターを募集ですから、捕まったわけですね。で、報道によれば、天使っていうのかな。あ天つっていうのかな。天つとは言わないでしょう。日本読みだから。 で天,津か天津市の警察はあ、異常に高い電力消費を検出した後マイニングを押収したと、新報社が報じた。新華社はあこれがここ数年で最大の盗難事件である可能性があると説明し、8つの強力な扇風機も押収されたと付け加えた。マイニング法 ファームを運営する個人が電力計をショートさせることにより、電気消料金の請求書を受け取りを避けていた。わけわかんないな、もう。やってることが。要は、あのー、電気を消費してるんだけども、その、検出する うーもの,のおー正常に稼働するものを妨げながらね、えー、電力をごまかしてたってそういうことなんですかね。しかし中国で押収したマシンがアイスランドのビッグコインヘイストと関係があるかどうかは増え。んビットコインヘイスト。これ、あれかなビットクラブとは違うのかな ビットクラブでもね、なんかそういうお話を聞いたことがあるんですよね。わ私のはき,はき違いだったら申し訳ないんですけども、なんかそんなお話、私はこのアイスランドの件に関しては、おそらく頭の中ですり替えが行われてたかもわかんないですね。えビットクラブのマイニングの機械があ盗まれたと思ってましたけども、これ違うかな。 まあちょっとまあまあ読み進めましょう。マシンは12月1月に起きたことは事件で盗まれたため職員がこれまでのところを見つけられなかった。6万ドルの報酬がそれらコンピューターへの発見につながる可能性がある。情報に用意されている。窃盗を裏で扱っているとされている首謀者は。 セキュリティの低い刑務所を抜けてスウェーデンへ逃亡した後に逮捕され、オランダからアイスランドに移送移送される準備がされている。以前報道されていたように、これなんだろうまた横文字だよ。嫌いなやつ。まるはあー国際航空機のタクシーに乗り、航空機で 国外に逃亡したとされているっていうところなんですよねこれビットクラブだと思ってたんですけどもこれを読み進めていたらビットクラブではなくてビッグビットコインヘイストっていう会社あなんでしょうねうんビットクラブがビットクラブ社 っていう風に名乗ってるのかどうかっていうのは、またこれでね、私がこれ読んだことによって、ビットクラブ社だと思ってたんですけども、この辺ですね、またね、詳細が明らかになり次第ですね、お話をしようかなと思います。でですね、あれですよ、税務署の話。これがね、非常にいいお話としてね、しなきゃいけないのかなと思いまして、税務署がですね、要は、 あまあ、来ちゃったよってことなんだけどもその方の、まあ、3月に、ね、申告をしたんだけども先月ですよもう1ヶ月ぐらいで、えー、来ちゃったよって話で、えーまあ、お話に上がってたので、まあ、これは話さずにはいられないでしょう暗号通貨の相場も大事なんですけども大体私たちがあ利益を確定できない理由 できない理由の多くっていうのは税金の高さっていうものにありますで、税金の高さで、て、えー、私で言えばあ直近で言えばノアだしノアが3月に上場して で一時期5円とかね、えー、5円を超えてた時期がありました。でも、それでも利益を確定しなかった。4円3円とかの時も普通にできた。で、買い値が80銭あたりなんで、でそれでうん、まあ、確定できなかった。で、AW の場合は、ちょっとおだいぶ変わってて、あれの場合はですね、えーまあ、もっといくっていう感覚だったんですよ。で、あのまんま、 あ相場がやっぱおかしかったんでしょうね。私の頭の中も感情的なものもあって狂ってて、でまあ、冷静に考えたら、冷静の上げ方じゃないわけですよ。で、うん、資金、うん、なんだろうな、まあ、まあ倍率で言えば、上で言えば80倍。うん、だから1万円入れたものが80万になったっていう、そういう数字です。で、そういうところがあって、で、そこからあヒューストンと。で、落ちて、今はもう30円割ってる枝ね。 でえーのーまあ、話を元に戻しますけども暗号通貨をな利益確定できない理由の、ね、大きなものとしては本当に税率だと思います。55%最大で55%で、ねえー、4000万以上おおかね儲けが出ればあ素直に払えばあそれだけ払わなきゃいけない,い,い、まあ、ごまかすにしても p c を買ったとか、ね、スマホを買ったとか あこれを暗号通貨に使用してるっていうね、えー、あとはあーなんだろうなビットクラブみたいな変わったもので営業活動を行っててそれの交通費だよっていうふうに申請するのであればまあまあ普通なのかなっていう話なんだけどもおだ普通税金が高いわけですよで、えー、もう一つ言,言えばあその次の年ですね次の年にもそれが出てしまうなんて言えばいいのかな 買って、えー、利益を確定するもう、もう一個あるのは、あビットコインから、JPY からビットコインにやって、ビットコインの価格高騰したよって言って、で、それで、まあ、100万円になりましたよって、持ち、持ちね、ビットコインの価値がね、で、100万円のものをポンと移すでしょ、うなんだろうな、今で言えば、あープマに移そうと。 おープマプマまだ上場してないんだけども、プマの IC を乗っかろうというところで、その100万円、うんまあ、い,いや、100万円の利益が出た、その100万円をプマに乗っけた場合、JPY から乗っけて、えー、次ね、えー、なんだろうな、あその通貨が100万円、次の通貨が100万円の利益を出したんでしょ。で、その100万円の利益をこっちに乗っける場合。 で、その JPY 通してないですよ。返してないんですけども、この100万円の利益ですらね、通貨移動をしただけで、税金が課されるう、加算されるわけですよ。で、これがよく、よくというかあ、素直に言うと、とんでもないわけですよ。二重課税、二重課税って言われてて、えー、まあ、本来であれば、あ税金う、なんていうのかな、儲けのね、そのまんまを出して、 えーまあ、100万円、まあ、プラス、まあ、プマに乗っかってプマがまあ10万円になりましたってで1000万になりましたとおじゃあ1000万のお原資が100万円で900万円利益でき出ましたとで900万円の利益出たものに対して申請を出せばいいんだけどもお、えー、900万円じゃないなあーまあ1000万円儲けかな。 100万円の利益で,でその100万円を原資にして900万円う利益が出たわけだから1000万円の儲けだよというところで1000万円のお利益をおなんていうのかな計上するのとはあまた違うわけですよね。 100万円の利益を取っちゃったものからその100万円から税金を払うでまたそこに、えー、その100万円を移動して900万円を儲けて、えー、それに対してもまた課税をされるっていうねなんか複雑回帰なんですよ1000万円そのものに対して、えー、課税をされるっていうのがあ普通なんじゃないかなと思うんですけどもそこで税金の何ていうのかな 税税金の税金のみたいにななっっちゃっててなんかよくわかんないんですよっちゅうかあ、多いんじゃねっていうね、えー、暗号通つ参加者からすれば多いんじゃねっていう話があ出てて、まあ、この辺で今、いろいろね、税金のどっかね、えーまあ、どこだっけな、ヨーロッパの方では15%かなあっていうところを今、掲示してたりとか、アメリカの方ではあなんか、あその辺今ね、忘れちゃって覚えてないんですけども、あその、 うん、ある程度ね、刑事25%だったかな、で提示されて、でそれが、まあ、アメリカの植,植民地だからね、日本は。で、それが影響出るんじゃないかなと、今、ワクワクしてね、暗号通貨、あ参加者がね、見てるんですけども、その税金、ねえー、と脱線しすぎちゃった え先日、暗号通貨の利益、税務署から税務調査を食らったので、その内容をまとめておきたいと思います。やはり暗号通貨の税金については、税務署について、絶好の借り場、あ取れるよって、水面下でいろいろ動いてるみたいなので、暗号通貨の取引アフィリエイト、結構な利益を出されている方は注意された方がいい。いいそしして今回自分がらららった税務調査の内容から何か何 対策が立ててる参考にしいいただければ幸いです一応自分のスペックとして状況はあ白色申告者の申告の個人です。あくまでブログは副業で今までこんな収入を得たことがなかったです。ちなみに今年の申告した収入は1000万。 1000万,万円だったらあるんですよね。あったんですよ。正直。年末のあの相場があったからね。1000万円の、でも大体売れなかったんだと思うよ。1000万円の内訳はアフィリ500万。アフィリ500万ってすごいな。取引が500万みたいな感じです。暗号通貨の取引は雑所得ですし、税制が変わるまでガチ負の予定で、 今年は全然しないつもりでしたが、平均取得単価が低いこともあって、保有している分を少し売ったつもりが確定申告表にしてみると、そこそこの利益が出てました。そしてアフィリエイト分は暗号通取引所の紹介中心に でしたが全く無名の自分ではこれぐらいの利益が出ていたのでフォロワーが1万人を超えていたり SNS の有名なインフルエンサーの人にはもっと稼いでいる,いるではないでしょうかねで。始まりは突然ってとこで 税務調査の話が来たのは4月のことです。18年3月、暗号通貨確定申告を終えて、暗号通貨の税金のことをすっかり忘れてて、日々生活を送っていた。ある日、突然、確定申告の際、お世話になった税理士さんからメールが来ました。何だろうと思って中身を開けると、税務省からあ税務調査をしたいと、生が来たことです。頭が真っ白になりました。3月は申告して、4月いきなり、 税務調査が早すぎだろうと1週間後と言われていたのでとにかく理由をつけて5月にしてもらいましたその後税理士さん5月って最近だねその後税理士さんと相談したのですがその税理士さんも暗号通貨については税務調査初めてなことなので何もわからないことまあからないことということまあそりゃそうですよねその あと税務調査まで不安が不眠症になったり、私生活にいろいろ影響が出ました。これは初めてのことですからね、それはそうでしょうね、精神的な、なんていうのかな、まあ、うんなダメージっていうのかな、まあ、不眠だからダメージかな、ダメージもあるでしょうね。自分はもともといろんな理由で公務員が嫌いだったのでますます嫌いになりました。うん、まあ、公務員は、まあ、私もどうだろう、好きではないかな。うん まあ、税務調査当日一般的に税務調査は午前からだと聞いていたので自分の場合は暗号通あ確定申告の年数も浅いことから午後から調査になりましたうー調査場所は自宅でしたあ税理士さん何かと税務署で聞き取りをしてもらう粘ったのですが向こうの強い希望で自宅になったそうですまあ向こうの希望だってことですね えー、調査に来た税務所職員は3人でしたそれ税理士さんが立ち会ってくださって自分も合わせて計5人の調査となりましたあ税務所から来たあ3人の外見は新卒3年生っぽい若者と年配のおそらくリーダーの中年のおじさんという感じで最後の中年の方は IT 専門の担当ということでしたやはり自分の収入源がブログにあるアフィリエイトと 暗号通貨の取引とあったのでそっち系は強い同伴で来たみたいです暗号通貨についてもある程度知っているようでしたというか税務署内でその件について知らついて知る勉強会みたいなものがあるみたいですちなみに自分が税務調査された理由はそれとなく聞いたところ 暗号通貨のアフィリエイトで取引で稼いだこと、所得がいきなり羽根が上がったこと、20代と若いこともあってということ、人間なのか、家の中などを見て知りたかったからという税務署が自分の税務調査をすることに至った理由だそうです。ネット で事前にある程度調べていたものは一切手をつけていないと知っていたのですが、まあ、一応来客ですし形でお茶を出そうとしたのですが丁重に拒否されました。 というところですねまだまだあるんですけども調査の内容はまず最初に軽い話どうやってこの申告を額を稼たいだね説明どの取引所を使っているのか聞かれて暗号通貨の稼ぎ方について勉強させていただきますとか言ってましたけど腐っても税務調査で、えー、絞り取る気満々です。 まあこれはやっぱりね、当事者になったら、そう見えちゃうでしょうね、どういう形でね、気持ちで、気構えでね、税務署の方が来てても、やっぱりそう見えちゃうね。やはり向こうも国内の取引所ではなく、海外の取引所を使っているかどうか気になっているようで、その利用頻度や中身を知りたいみたいです。 驚いたのはスマホに入れている Google の二段階認証アプリを見せるように求められたことです。任意という形でしたが3人で圧をかけて、えー、実質強制開示。二段階認証のラベルを一番下っぽい人はすべてラベルを一番下っぽい人はすべてメモってまあ自分は海外の取引所は遊び程度しか額は入れてませんし,し別に開示されても無ん 問題なかったけどスマホの二段階認証を確認するというのは誰が思いついたか知りませんがかなり賢いやり方だ,のだと思います。なんででしょうねこれ、えー、ラベルを取ったってことは要はあの向こうで二段階認証を解除できるもちろんあの ID とパスは必要なんだけどもそこまでですねうんまあやったってことなんでしょうね。 いくら PC の利益、キャッシュを掃除しても、スマホの二段階認証を見れば、その人がどの取引所を使っているのかが良然ですよね、えー。取引所の取引履歴の提出、これらセンスと、 取引所アフィリエイトの収入の費用に目を通した後次は自分がタクスなんとかでタクスあのあれです自分で申告するやつねでまとめた取引履歴を見始めその取引履歴を作るものになった暗号通貨取引所を使っている取引履歴とタクスあとなんちゃらで計算された暗号通貨の保有残高をすべて提出するように求められた。 まだまだあるんですよ。税務署側で、えー、提出された書類から再びリ 駅額を再計算すると言ってましたが加えたハードウォレットの取引履歴の提出も求められたのですが家にはないのでさすがに無理だと拒否後日税理士を通して提出することになりそうです加えて私はブログのタイトルを見てわかるように株式投資もやっているので使っている証券会社 sbi 証券の入出金も履歴を提出すると言われました 提出方法は PC に税務署側から出された USB を挿してそこにアドセンスの振り込み履歴取引履歴などを提出を求められた書類 CSV 形式を移動し税務署はしっかり見られないように暗号処理を ななんだ接していましたあ。してたっていうところに加えて、えー、日頃使っている銀行の取引履歴も提出するように言われました。また自分は全く記帳してなかったので結局銀行に問い合わせているみたいです。熱心に通帳を見ていましたしおそらく証券会社と銀行の入出金の履歴を調べて 申告した所得と釣り合わないおかしなお金が流れてないのかと調べたみたいですと調べたのだと思います。ビットコインなどを国内の えー、もうちょいとはありますね、ビットコインなど国内の暗号通貨取引所を介さず、現金化している業者も存在しているみたいですし、海外の取引所で利確し、日本の取引所を通さず、日本円に変えた形跡がないのかを調べているのでしょうね、あと、経費と書類も提出するように求められました、下がっていたので、ここの分は追加で税金を払う羽目になりそうです。 盛り上がっていたので、ね、ごめんなさい、盛り上がっていたので、税、え、金、ーね、払う羽目になりそう立ち上がっ。立ち会っていただいた税理士は命を取られ,る取られたり、前科もつくものではなく、あくまでお金で解,解決する話なので、金があるなら大丈夫と励まされました。南の帝王も、帝王よろしく、世の中、結局、銭次第だということですね。 ちなみに税務職員さんから経費の概念について熱く語られ自分も一応簿記とかやっていたので言いたいことは分かったのですがやはりブロガーという自分の生活をネタにしているので生活費も経費も認められるべきだと思うんですよね。しかしこういう商売って水物ですしそこのところを甘くしてもいいんじゃないか。ん いいんじゃないかとさりげなく意見しましたがそこは方向性の違いでやむやまあダメだったってことですよね、うん、やはり自分でビジネスを考えて金を稼ぎ税金を納める側の人間と公務としてそれをお監査する側の人間は一生分かり合えないでしょうねねまた人間は十人十色ですしそういう多様性が社会を構築している要素だという 重ね重ね承知なのですが極力関わりたくないです。そういう事故と異なる人間に対して排他的という割り切りが良すぎるのが自分の悪い癖だと自覚しているのですがそれのおかげで無駄な時間やストレスにリソースをは。は 割らず自分のやりたいことをストイックにできていると思いますし難しいところですあと最近暗ゴ通貨界隈で盛り上がってるノート系の情報商材について価値の判断がつきにくいつまり物の価値という買い手が求めるわけで売り手は提示した値段に相当 する価値を買い手が感じられたことがあったとしても、ものは提供されている以上、明確に詐欺だと実証するのは難しい。あまり動くので乗り気ないな。これは難しいな。情報商材ってみんな買われてると思うんですよね。私も買いました。で、これに関しては、あなんだろうなぜ。私ね、あれやんなかったんですよ。確定申告しなかった。忘れてたんだけども。 あとで気づいたんだけども、これ皆さんね、やった方がいいですよ。あのー、情報詳細、例えばなんかね、えー、動画を加工するのに、動画のね、うなんだろうなうー、アクロバットリーダーか、アクロバットリーダーから何かを動画の編集ソフトをね、買ったよとか。 月々の課金制のものを買ってるよっていうんであれば、しっかりとこれは申請をね、されてください。なお、続きですね、なお、インフルエンサーのノートなどの詳細、まあ、これはいいですね、まあまあ、置いといて、で、終わりに少し脱線しましたが、とりあえず自分の受けた税務調査の内容はこんな感じ。今回はとに とりあえず書類を出しただけでこれから今回出せなかった追加の書類の向こうから SATA を待っている状態です20代なのに税務職員に自宅に来て税務調査という名目 PC のデータを持ってかれ証券会社や銀行の入出履歴が金の流れを調べるまるで汚、えー、職政治家みたいな気分でしたやはり任意とはいえ家に来られたり銀行口座を運営しているブログの名前を 教えるなど自分のプライバシーを開示さ,れさせられて当,当分その調査を続くという予想していたよりもストレスがかかりますね。たかが税務調査これなりの裁判をしたり警察に調べられるよりはもっとストレスになると思いますがかつて村上ファンド世間で騒がれた村上義昭氏や堀江文や がやつれたり、白髪になるのもわかる気がします。まあ、面白い人生経験ではありましたが、一回で十分です。笑い。えー、とりあえず、ネットでとかでグググググる。個人、うん、白色には税務調査来たみたいな風潮がありますが、でん、普通に税務調査が来るということです。うんまあまあ、あのー、他人の話ではないよ、っていう話ですよね。うん、投資をさしてれば。うん まあ自分の場合暗号通貨とかではなく税務署にとって調査対象に決めた大きな理由があったみたいですし他の分野だと個人白色は稼いでしなくてもうまくない調査対象ですし暗号通貨関係だけかもしれません送り人とか言うんじゃなくてそのこの一般 の一般レベルの申告ででも来ることですから暗号通貨で確定申告した人は誰にも税務調査が来る可能性はあると思います。にしても暗号通貨はホットな分野みたいで調査に来た職員の方も他の税務署界隈地域でも暗号通貨関係で動いているかそれとなく現状を聞いたところ暗号通貨の所得に 流れや税区分などを勉強し全国各地でガンガンやってるやる予定ということなので暗号通貨の利益で確定申告した人はまた利益が出たけれども申告をしない人は気をつけてくださいじ今回の自分の体験は少しでも役立てれば幸いですもうこの方もね結構こうやって見てあれなんですけども 何が大変かっていうと、うん、やっぱ、私が言うね、断捨離っていう部分の情報、あ、これ比較的新しいですね。相当新しいです。12日に開示されたものなので、相当新しくて、で、この方はですね、このブログも見られてるってことなんですよね。うん。だから、 どういう感じなんだろうな。ネットって、まあ私もね、常日頃、ネットでこう、開示することに対して、えー、まあなんていうのかな。まあ、やらないよりは、あ動いた方がいいっていうのは、常日頃言ってますよね。で、ネットで自分っていう個人が特定されることに対して、 まあ、とんでもない怖いことっていうかね、やっぱネットだけのね、文字だけの暴力っていうのはたくさん受けてますし、それに関しては、その、自分のポジションですよね。自分のポジションをこのネットに持ったことに関してですね、非常に、なんていうのかな、まあ、共感できるというかね、今、え、日、ー、その、ポケモンの動画をね、出したときに、すごい叩かれてね、 えー、まあねそのなんだろうなあ世の中から消えろみたいなそういう,う、まあ、文字をねコメントをされたことも何回かあるんですよ。でなんですけどもおこの何ていうのかな実際に動きがあったっていうのは うーんまあ、今までには気づかれたっていうのはあります。暗号通貨でこうやって音声を出してますからで、静岡っていうところで住んでるよっていうので、どっかなんか駅でね動、変な動きをする方っているんですよ。あれ、なんだろう、この動きって、ああ、もしかしたらネットで私を知ってくださってる方なのかなっていう、うそういう動きは見ても、こうやってね、実際に、何ていうのかな、人が動いてね、自宅まで来たってことはないわけですよ。 カメラで撮られたとかねでその動画を出されたとかね、えー、今気づいてる部分では億ンっていうねこの媒体を何かの商材に貼り付けられたとかっていうのはないんだけどもおなんかそれにが国が関わってる機,会機関がそれをやったような感じですからね。だからら当当人にしてみたら相当な 何だろうな怖さというか怖さというかまあどっちかっていうと怖さはなくてもストレスっていうのかな自分のまあコンフォートゾーンの中で生活する っっていいうのがやっぱり理想ななわけじゃないですか自分の強みを発揮できてこうだよああだよっていう普通に言える環境をどんどん広げていくっていうのがあやっぱり私も発信者ですから発信をする上でですね一番あ自分のポジションが常,常にニュートラルであってで時にはやっぱり熱く。 暗号通貨の魅力は熱く語る自分もいるしでもまあやっぱり普段考えてることはニュートラルでいかにいられるかなんですよね。でニュートラルでいかにいられる時に何かがある時にやっぱポジションをハイにドーンって入れたりとかローにあここはあ、まあ、しっかり聞いとこうっていうねローにしてみたりとかっていうのは意識的にそういうのを今意識づけてるんですよすごくね。 えー、意識づけててそれをおまあ、何も情報配信をしなかった時の自分と比べたらあそういうことができるんじゃないかなと思うんですけどもでもこのこれは強烈ででしょうねで何よりも強烈だって思ったのがあやっぱりいい若い人生経験があ浅い方でっていうところですね。うん でその方があ、まあ、1000万も上げたっていうことが、あ今、今回話したことによってね、若くても関係ないんだっていうので、皆様にですね、インストールができたと思いますね。で、この方いわく、大した影響力はないんだって、私も大した影響力はないと思うんだけども、少なくともお、まあ、情報を発信をしてるってことで、 えーまあ、普通のね、常人の方よりは、あ暗号通貨、億ポンっていうところで、ね、タグをつけた場合には影響力はあるのかもしれないんですけども、おまあまあ、あの暗号通貨のね、えー、例えば o l l i n さんとかね、ああいう方と比べたら、あヒカキンさん、まあ、暗号通貨離れるんだけども、ヒカキンさんと比べたらですね、えー、まあまあ、ミジンコみたいなもんでね、えー、何の影響力もないんじゃないかなと思うんですけども、 とはいえですね、まあ、のこの情報をですねっていうのはあ誰でも暗号通貨っていうところをあるいはその情報を開示するっていう商売をさ商売っていうのかなあー、まあ、自分っていう価値を高めるのにはアウトプットは一番大事なんでアウトプットをずっとされてる方でこれは背取りとかにも言えることなんじゃないかなってで仕入れで、えーまあ、背取りだったら今更叩かれることはないのかなうん、 でそういう方にいわゆる、まあ、申告をされなかったという方はいらっしゃらないとは思うんですけどもそのうーん情報を開示しながらあーなんていうのかなあ申告をしてないっていうのは結構、やばたんな感じはしますよねそうなってくると、うんまあ。今年はともかくとしてこの先に何かあった時に7年でしたっけね7年終われるってことで5年。 なんだっけな政務省さんに言われたんだよね。あのー、株のやつもそうなんだけども5年取っといてって言われたんだよね。5年取っといてって言われて5年取っとくっていうのは一応決まりみたいなのがあってだから取っとかなきゃいけないんだけどもだからそんなこと言われたよね。だからそこまで追われるってことだからあーまあ今しでかしたことがいつになるのかっていうのはまあ わからないそのままスルーされる場合も当然あるとは思うしスルーされなくて、えー、矢面に立つこともあるってことなのでまあやっぱね私これちょうどね1年1年までいかないかあー半年ぐらい前ね12月っていうところで、えー、1月1日から12月31日のね縛りだよねっていうところであのー、お話をね うん、12月あたりからかなあ、うっさく言ってたのが。で、確定、1月かなあ、うっさく言ってたの。で、まあ、確定申告大変、いやー、ちょっと勘弁してよと。 でツイッターでもね、税金を安くなるとか、最近で言えば藤巻さんがあ、まあ、の株と同じにしようよっていうね、お話があれば、リツイートとかコメントとかして盛り上げていきましょうよっていう話とかね、えーまあ、ヨーロッパの十何パーっていう話と、アメリカが25%になったよっていうお話とかね、そういうことをしてるんですけども、まだ未だもってね、その最初の雑所得っていう立ち位置からは、 あ脱出はあどうやらしてないもししてればツイッターとかでうわって騒,騒がれるからわかるからねなんだけども今はあお堀を埋めてるような感じヨーロッパの動きがあ安くなるよってで日本はアメリカの植民地だからそろそろねその辺のお話も出ていいんじゃないかなと思うんだけどもまたね昨年みたいにい12月にね うんまあビットコインだけだったんだけどもアルトコインも課税するよってなった時にいい対策がね、えー、打てるんじゃないかなと思うよ。あっん ?12 月みたいな感じでまた今年の12月にねもう税金安くするよっていう話が案内が出るかもしれない。ただね日本のね面白いところはね締め付けられたら緩むのがねないんだよね。うん。あのー、日本のすげえ面白いところなんですけども どん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 縛りが多くなるじゃないですかね。で、まあ、ゴミの、ゴミ袋の話もしますし、これもう雑談も紙でずっと話してるんだけども、今ね、すごくね。で、ここから暗号通貨の話とも、ちょっと関係ないものをバカバカ入れますけども、あのー、ゴミ袋の話するじゃないですか。あれ、昔無料だったんですよ。もっと前に言えば、野焼きだったわけですよ。野焼きね。自分の空き地みたいなところで、ものを燃やして、 えー、もう全然平気だった。あーまあ、私が住んでたのはもともと地方ですし、まあ、今とは場所が違うんだけども、おそこでも野焼きをしてても税金,あ税金ってお金がかからなかったあ。お金がかからない。何も言われなかった。でも今は、 あやれ発,発泡スチロールはあー黒煙が出るからダメだとかあ近所にね迷惑をかけるからダメだとかって言ってもちろん環境の、ね、影響もありますからダメなんだけどもそれをゴミ処理場に持っていくとお金がかかった今無料なのかなよく分かんないその都道府県によって違うし,し,し市町村によっても違うと思うんでそこはかわけ分かんないんだけどもトラックに、ね、乗っけてゴミを持ってってでそれは昔はね えー、個人が持っていけば問題なかったんですよ。個人だけではなくて、その前にあれがありますよね。リサイクル料金みたいなね。えー、家電を今、量販にしても、個人の、ね、電気屋さんに持っていくとしても、電気屋さんもなんですけども、ゴミを処理するために、冷蔵庫、洗濯機、えー、もう一個でかいの、テレビかな、はお金がかかるんですよ。そもそも3500円とか5000円とかね。 でかい冷蔵庫であれば、企画がどんどんテレビもそうかな、企画がどんどんでかくなれば、でかくなるほど、今もブラウン管って家もね、そんなにはないと思うんですけども、ああいったものが企画がでかくなれば、でかくなるほど、家電のリサイクル料金っていうのがかかります。で、家電のリサイクル料金っていうのも昔はなかったのよ。うん、昔はなくてね。 で、それで、そのまんま、ゴミ処理場、市が管理する、町が管理するゴミ処理場に持ってけば、無料だったわけですよ。でも、ああやって金が、お金が今かかるわけでしょ。個人に。ゴミ袋しかるでしょ。で、タバコも高くなってるでしょ。で、消費税も上がってるでしょ。銀行の金利は下がってるでしょ。いいとこないじゃないですか。全部締め付けられてるでしょ。で、ガソリンも超か、ね、高騰でしょ。今、150円、140円ぐらいかな。あレギュラーで。 この辺で140円だからね、多分沖縄とか九州行ったら160円とかね、で、廃屋に至っては170円とか80円とか行くんじゃないかなと思いますよ、本当に。大体レギュラーと廃屋の価格差がリッター100円、あ、じゃあ、ちゅ、大変だな、10円ぐらいの、10円の差があるので、えー、っていうところなので、あのー、そのぐらいね、九州では本当にあと20円も上がれば。 あ廃屋が200円になるとかね、えー、普通にあるんじゃ、沖縄とかであればそうですよね。うん。で、あの地域によって違うんですよ。で、日本の中で一番安いのは、ガソリンの話をすると、千葉、あの辺です。えー、のディズニーランドとかね、あの辺は比較的安いです、相場が。あ輸送がいいんでしょうね。東,東京湾があって、で東京湾からあ配布されるのかな。あーまあ、港の近くは安いかもわかんないね。 えだからまあまあ、で、そうやって縛りがね、どん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 ですよ。で、法律の縛りがあるでしょ。で、暗号通貨もそうでしょ。昔は暗号通貨で取引をしてたときは、少なくとも12、昨年の12月までにアルトコインを買ってね、売って、そこで売却益をもう JPY に、アルトコインから直にしてたイーサリアムとかね、で、してるんであれば、税金っていうのは課税対象になったのか、あれ。 結局なったのか。なったんだけども、その昔はなってなかったでしょうん。去年はなったけども、その昔はなってなかったわけだから、だから12月31日まで縛りがつくわけだから、あなってなかったでしょでもそうやって、えー、割り振りっていうかね、やっぱり締め付けっていうのはどん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 きつくなるんですよ。うん。だから、あのー、これ会社だってもそうですよ。会社にどんなに勤めてても、縛りっていうのはどん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 辛くなると思います。 で、えー、給料は世界的に上がらないでしょ。うん。だからあのー、何もやらないよりはやった方がいいのよ。絶対何もやらないよりはやった方がいいんだけども、やらない人間であればこれはどん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 大変ですよ。だから軽自動車の税金も上がったでしょ。もう今買ったらあ5年前に買った 3年だっけかな ?3 年前に買っとけばよかったんだっけかなまあまあ、あのー、その時に買っとけば大丈夫だぜ。あと、ソーラーもあるでしょソーラーも仕掛けてやって、まあ43円とかね、えー、もっとかなあーの値段で 1kW あたり値段で売れたんだけども、今あれが19年問題って言ってね、来年、うん、その価格が固定相場、あ買い取りの売電の固定相場が崩れることによって、これまた一文着があるんじゃねっていう話が出てて、っていうのもあるわけですよ。 で、だからね、縛りっていうの本当にどん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 、で、これからガソリン車に向けて、おそらく縛りっていうのはどんどんきつくなると思うし、タバコも値上がりすると思うし、まだまだね、あとは、なんだろうな、年金の支払いもどん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 、あれも上がってきてるでしょうん。で、どん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 上がってきてるし、いいことはないと思いますよ。攻めないと。 動かないと。攻めないとっていうよりは動かないといいことがないんだけども、その中でもやっぱりこういう話があるっていうね、動いてもリスク、動かな、動かなくてもリスクっていう話で、で、どっちのリスク取んのって言ったら、動いて、この方みたいに1000万円、1000万円って大したお金だ、ですよね。うん。お金だよ、本当に。で、このね、1000万円っていうところが、やっぱりね、 えー、でかいなんだけどもこれが自分の手に入るで利益だけで1,000万円ってことは400万円は自分の手元にね黙ってても入ったわけですよ、うん、もっと入るよね半分ぐらいは入る500万くらい入るでしょ、うん、だからこういうことが20代でもできたってできる時代だっていうことはこれは間違いないことなので、まあ、これを、まあ、よく取るのか悪く取るのかもちろん聞いてらっしゃる方は そんな話もあるよねって、税金大変だよね、辛いよねっていう感じで聞いてくださってる方、も多くいらっしゃると思うんですけども、縛りっていうのは今後も緩和されるっていうのは、私たち国民がうおうってやるしかないと思ってます。うおうってやるっていうのは、ツイッターで拡散するとかね、どんどん言ってく、どんどん発信をしてく、緩和してよって、税高いよって、俺たち力ないのにさ、 なんで、えー、年金みたいなね、ふ合,合法的振り込み詐欺みたいなことを私たちはしてて、えー、さ,さ,させられててねで、私たちの動きを止めるような縛りってどん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 つけていくのって、であれば、ここ緩めてよっていうことを多くの方が本当に声を上げる、リツイートをするっていうことによって、これはあ私は動くと思ってます。国民があ騒げば それも国も何とかしなきゃいけない。国の役割っていうのは政治家の役割っていうのは、あまあ、国を統治することですからね。 えー、おいてはその村を、町を統治することですから、その統治がやっぱり楽しみも発散する場もなきゃいけないし、その緩和をするということも必要だと思うんですよ。で、そこに向けて私たちは選挙に行くのかな、あ行くっていうことをしてるわけだから、それはですね、政治家の方もですね、えな,なんていうの、雑に扱わないよね、私たち国民も。 いくら中に入ったら、まあ、なんでや、餅は餅屋じゃないけども、政治家になったら、やっぱり政治家のその感覚になってしまって、なんていうのかな、なかなか発信できなかったりとかするんでしょうけど、それはあのー、やっぱりね、腐っても人間ですから、感情が揺さぶりがあされれば、あ国民大変だなと、俺,俺の志ってやっぱりこういうんじゃなかったんだよねっていうところで、えー、動かれると思うんですよ。 だからあの私たちができることっていうのはこのブログを見て、えー、感じたことはねやっぱり動くしかないっていうのとどんどんね、えー、税金に対しては緩和してようっていう声を上げるしかないと思います。うん、稼ぐ方に動くし税金の緩和の方にいい声を上げるし。 っていうことをやっぱりしていかないと、このインフルエンサーとかね、SNS で有名になったからとか、なったじゃないからとかじゃなくて、とにかく発信をするっていうね、そこの重要性は、この税金を安くしてよもそうだし、自分がこうだよ、ああだよって、こういうことやりたいんだよって言ってくっていうのもやっぱり必要なんですよ。うん、これ大事。 うん、で、言ってくことが、脳みそが、あ俺、これ言ってるって言って感じてね、そういう方に向きますから、あ夢に向かっても、やっぱ同じなんですよ、考え方ね。で、また話がね、そこからずれるので、まあここで、ここで切りますけども、おそんなこんなですね、えー、税金は怖がらず、恐れずね、やっぱ動いていくしかない。で、国の方もね、ここは緩和してちょっていう感じ。ね、えー、どんどんこう、ここを緩和して、お願いしますよと、安倍さんと、麻生さんと。 いいうところなのでお願いします本当に藤巻さんはやってね声を上げてくだ,くださってますからお願いしますっていうところで、えー、お願いと、でやっぱりあの税務署っていうのは動きがあるんだなっていうのとまあ若者でもね、えー、20代の若者でも1000万円を手に入れるこの号通貨市場はすごいよっていうお話でした。はい あのね、今回はね、固定のコインがどうでもない、ああでもない、こうでもないってお話ができなかったんだけども、次回はね、そんな話、まあ、あの、私の身の回りで起きてるコインの話をしようかなと思います。はい、それではね、素敵なコインライフをお送りください。